Buongiorno a tutti. Come state? Io bene. Firenze è primavera. Fra un po' anche giorno di Pasqua. 皆様、おはようございます。お元気でしょうか？実はフィレンツェはもう4月に入りとっても暖かいお天気が続いております。もうすぐ復活祭のパスクア。イタリア語でパスクアというのがあります。さて、今日はですね、イタリア語、超簡単なイタリア語会話、そしてすぐに使えるイタリア語会話は基本に戻りまして、最初にやはり皆様にイタリア語ではい、そしていいえ、これがですねやはり抜けているととても重要な言葉ですので、ちょっとですね発音を勉強したいと思います。まずはイタリア語ではいというのがし、し、このしというのが日本語でですね、しというとちょっと違うね、しではないんですね、しですから、日本語で言うとしとちっちゃいいをつけてみてくださいね。しとかしししししと何度も言うこともあります。はい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 と言っているイタリア人もよくいますよ。のは普通にのと言えば大丈夫です。ではですね、イタリア語で何か言われた時によくわからなかった時ね、わかりませんでしたという言葉、とても便利ですから覚えておきましょうね。ののカピート、ののカピート、わかりませんというイタリア語です。発音的には結構先ほどののがつきますので、ののカピートで、ちゃんと分かった場合には反対に「し」「お」「カピート」「し」「お」「カピート」、この「カピーレ」という言葉が「理解する」という動詞になりますので、私は理解しました「お」「カピート」という言葉、そして分からなかった時は「の」「のの」「カピート」というふうに言うと、もう一度言ってくださいという言葉を覚えておくと便利ですよね。Non ho capito. Può ripetere, per favore? ちょっと長くなってしまいましたが、もう一度復習しましょうね。Non ho capito. 私は分かりませんでした。Può ripetere, per favore?ペルファボーレは覚えていらっしゃいますでしょうか。最初の方にありましたが、お願いします、プリーズという言葉ですから、ポーリペーテレ、リピートしてください。もう一度言ってください。ポーリペーテレ、ペルファボーレ、もう一度言ってみますよ。ノノカピート、ポーリペーテレ、ペルファボーレ。はい。こういうふうに意外と日本人の人は分かったふりをしてしまいます。シー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 なんて言って、分かってるけれども実は分かってないんだという言葉がバレてしまうと変な人に見えてしまいますので、分からないことは皆さんはっきり言いましょう。恥ずかしがることはありません。ノノカピートポーリペーテレペルファボーレというふうに言うと、ゆっくりと言ってもらえますのでね。例えばもう一度そうやって聞いてわからなかったのに2回目聞いてもわからなかった時はですね、もうちょっとゆっくり言ってください。ポーパラーレレンタメンテ、ポーパラーレレンタメンテ、パラーレは話すですよね、レンタメンテはゆっくり話してください。ポーパラーレレンタメンテとか、あとはゆっくりポーパラーレピアノピアノ、ね、レンタメンテより多分日本人の方にはピアノ、ピアノはゆっくりとか静かにという意味なんですけれども、ピアノピアノっていうとゆっくりゆっくり話してもらえませんか。もう一度言いますよ。ポーパラーレピアノピアノ、これでゆっくり
話してください。で最後に per favore というのをつけるととっても丁寧な言い方になると思います。じゃあですね、それでももう何度も何度も言われても全くもう理解の限界を超えます。もう全く分かりません。ほんと分かんないよ。もう超全然分かってないって日本でもね言いますよね。ほんと分かんないっていう言葉、こう言ってください。のの capito un cavolo。 un cavolo はキャベツのことです。結構ですね、この un cavolo というとほんと全然分かんなかったという意味になるんですよ。ですから結構イタリア人ものの capito un cavolo、 本当はもっと汚い言葉があるんですけども、今日はそれはやめておきますが、ちゃんとしたね、un cavolo、 キャベツみたいに分かんなかったっていうことは全然分かんなかったということになります。ですからのの capito un cavolo ですとか、あなた本当分かってないねっていう言葉で、のないカピートウンカーボロ、せっかく私がこうやって説明してるのにあなた全然分かってないわねっていうことを、のないカピートウンカーボロ、あなた本当分かってないね、のないカピートウンカーボロというふうに攻撃もできます。ちょっと激しい言い方ですけれどもね、せっかくこっちが説明してこうやってやってって言ってるのにやってくれなかったりした時は、そうやってのないカピートウンカーボロって言ってもいいですよ。これが結構イタリア人の使ってる実践的な会話になりますからね。それではアベテカピートオノナベテカピートウンカーボロ、皆さん本当に分かったの？ね、分かってますよね。ぜひこれ何度も見て練習してみてくださいね。それではまた。アリベデルチ、アラプロッシマ。スタディアテベネ。